どうもこんばんは。あ、毎度お世話になります。デッキョンですか？こちらは、はい、誰かのバイクでございます。誰かのバイクでございますよ、はい、本当になんか見慣れたバイクがあるじゃないですか。そうですね。でも僕あれですよ、ここ数年間、はい、あの家入ったあのフロアというか玄関ルームというかのところから動いてるのを見たことがないです、はい、オブジェなんでまあまあでもね、バイクはやっぱりオブジェでもあるので、そうやっぱあの性的価値と動的価値があると思うんですよ、うん、分かる、ね、やっぱこう性的価値がやっぱり高いバイクを置いておくっていうのは、はい、やっぱ大事だと思いますね。だからね、はい、皆さんうちの玄関に入ったらおーおーおーってなる。なんでバイクがあるっていう。じゃあそうだ、やっぱあの時定時買うべきやったな。定時な、やっぱ定時買っとったら性的価値はもう120点満点やで。もう 1000% ぐらい OK やな。で動的価値はまあちょっとあれやけど、ちょっともうそういうね、あんまり速いバイクはもう危ないんでいらんのですよ。いや性的価値だけでもうあのなんてやろ、まあトータルスコアでもういける気はしますけど、うん、まあということで、なんすか、はい、車検取るんですかこれ。車検です、早くしてください。いやいや車検ですって、切れていつ切れとったのこれ最後。令和4年の4月って書いてあるで。令和4年の4月っていつですか？令和4年の4月ってことは何年ですか？今年令和5年の今、はいはい、10月が来ようとしてます。ということは1年半ぐらいはもう乗ってないっていうことですね、最低。そうですね、1年半じゃ済まんでしょう多分、おそらく。ちょっと黙ってもらっていいですか？だからね、あの小林先生はバイクに乗らないとかなんとかって言いますが、そらさんもあんまりあの人のこと言えたもんじゃないんで。いやいや待って待って待って、どっかの誰かみたいに CB400 がいるいる言うて買ってさ、はい、何キロ CB400? あのみんな昔の動画見たら分かるけど、あのうちのあの裏のな、はい、あの洗車場のところで、はい、あのどうやこうやっつって酔ったでしょ。あれ以来動いてないやろ。あっこからあの道の向こうの陳列あるでしょ、はい、あそこ移動させたでしょ。車検切れたやろ。いや車検は切れてないよ。まだ切れてない。だから持って帰ってきて、はい、移動させた距離はそんだけです。そうやろ。だから 100m ぐらいです。いやそれもこれもね、あれですよ、僕は毎日 CB に乗りたいなと思いながら生活をしとるわけですよ。いや絶対ない。いやいや絶対なんちゅうすらのこと。絶対ない、それはない。やけど、はい、なんていうの、やっぱなかなかね、はい、が問屋が下ろしてくれんっていう現状がありまして。そうですね。俺もな、だから1年何ヶ月車検が切れて、はいはい、ああ車検取らないかん取らないかん、はい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 、ね、でどっかの金髪クソメガネに言ったじゃないですか、はいはい、車検頼むって言って言ってましたね。そんなことなんて言ったんですか。どうせ乗らんでしょって言ったどうせ乗らんでしょって言って、車検取るんすかって言ったな俺は。確かに確かに乗らんかった。せやろ、うん、せやろ。でも、うん、違うんよ。やっぱな、車検を取って置いておくことによって、はい、いざっていう時にそうなん、すぐ行ける、ね、すぐ行ける。これが、うん、こう車検取ってない状態で置いてるじゃないですか。そう、ないし。そうするともう誰かに何か誘われたりとか思い立っても、あーっつって車検ないしな、車検ないしな、今から取って1週間後かちょっとだるいなーってなるなるんよ、うん、ほんまに。これはもうね、誰しもが多分落ちるパターンだと思うんですよ。そうで、しかも車検が切れてしまうとね、はい、動かせんじゃないですか。そうなんだよ、本当に、はい、そうするとやっぱりね、めんどくさくなるんですよ、本当に。そうなんですよ。そうということで、うん、じゃあまあね、今車検整備をして、はい、じゃあやっていこうかなと思う。オイルがまだ透き通ってますよ、これ。いやいや、もうね、真っ黒もう真っ黒すぎるね。いやそれ周りが暗いだけで、いやもう真っ黒。そんなだって俺こっから見てもまだ普通に茶色やん。ああ全然全然、もうあのもうなんていうんですか、傷んだ色してます。火炎でいいんじゃないですか。いやもうスカーレット、ダメダメ、全然ダメ傷んだ赤、これはもうほんまによくない、はい、ということで、じゃあオイルを売りつけていこうと思うんですが、はい、どっちがいいですかオイル。お手頃価格のやつでお願いします。相田さんからしたら全部お手頃価格でしょ。いやいやいや、もうそんな、ね、何を言うんですか。いやいやいや、もうそんな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 、え、じゃあどうしますか。 今なら怪しい怪しい緑のオリジナルオイルと、いやちゃんと見よらんかったな。えロイヤルパープル入れときましたんでって言って、こう緑のやつ入れとったら困るんでなるほど、やりそうや。確かにワンチャンバレんと思うわ。そうやろ、うん、そうどうせ買えんだろって言って乗らんだろって。なんならこれこのまま入れとっても分からんかもしれない確かに
分からん。絶対分からん。絶対分からんやろ。絶対分からんやろ。あーなんか ありがとうなんて終わるやろ多分な。多分プラシーボで俺いけるわ多分。いけると思うよ。プラシーボで、あやっぱロイヤルパープルええなって言ってしまいそう。SOD はもう入っとんやろって言ってしまいそう。言ってしまいそうやろ。うんそうなんです、はい。まあ、じゃあということで、はいはい、じゃあ何のオイルを入れるかはちょっと次のセッションで移します。じゃあ入れていきましょうね。ちょっと待って、まだいけるやろこれ。いけんいけん、もうそんな、ほらじゃあ俺のこのガンキャノンみたいなやつでほら移してあげる。まあちょっと黒いね。そうやろ、もうね、いか1000キロ1000キロ乗っとる。1000キロでした。うん、前回車検から1000キロ乗ってます。1000キロやったらまあオイル変えても神様に怒られること、神様に怒られることはないし、なんなら俺が信仰する神様から褒められる。褒められる。よしよしよし、よくやったと。もう1000キロも乗っとったらもうオイル交換してもよしじゃんって言って。オイル交換っていうのはな、機械のためにするもんではない。お、人間のためにするもんなんですよ。わかりますか？ちょっとわからんすね。なんで信仰心が高まるやろほんまに。もうあの規定。規定距離数できっちり使いたい方なんで、うん、あもうね、そんなね、はい、あれですよ、機械に支配されるような生き方をしちゃいけません。わかりますか？オイル交換の距離を守ってなんかシビアにその、はい、いやメーカーがこんなこと言ってるんでどうだこうだとかって言ってるのは、その機械に支配された生き方なんですよ。そうなんですか、はい、それではもうマトリックスの世界です。 SDGs なんで。 SDGs とかいうやつはろくなやつじゃないんで。ほんまに違い、あの丸いでかいバッジ欲しいんで。あれはでもちょっとなんか、でもあれな、メルカリとかで売っとったで。マジで、うん、なんかこの間今度ちょっとネタで買おうかなとか。つけとったら、左右につけたら両方2個、うん、このメガネのこの辺につけとこう。そうそうそう、このつるのあたりとかにこうやって。ええやろええやろええやろ。はい、ということでじゃあ入れていきましょう、はい、ね、いい感じのこれが。いやちょっと待ってもらっていいですか？なになに、いや開いてないそれ。え、いやちょ待って、開いてないこれ。だってなんかちょっとパッケージ傷んどるよ。傷んどる弦に見える。ほらちゃんと、いやいや青いし。青いな確かに。はい、まあしょうがない。危ない危ないそれ。ちょそうなんやね、パチモン、パチパープルを入れてもバレんかなって思ったんやけど、しょうがない、本物入れましょうか。やっぱり見よらんかった、危ねえ。皆さんもお気をつけください。いやいや、でもね、これ最近気づいたことがあるんですよ、はい、オイルのジョッキってあるやんか、あれな、割となプワイ。そうなの？そう、いやこの間な、うん、ほらオイルいっぱい詰めよったやん、うん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 、でその時に一応測ったりなんやして、最初な、うん、もうめんどくさいけん4リッター作る時とか、うん、オイルジョッキの4リッターで入れよって、うん、ほんだら1リッターとかもな、うん、なんか少ない気がするんやって。そうなの？少ないっていうか、むしろ量がちょっと変ってなって、うん、で見たらメスシリンダーで今度測ったり、フォークオイルとかいつも入れるような、ほんだら、メスシリンダーで測った1リットルと、うん、何オイルジョッキで測った1リッターやったら、うん、オイルジョッキで測った方が大体多い。え、多くなるんやって。オイルジョッキの方が多い？え、少ない？え、抜けない。オイルジョッキの1リッターは割と多い1リッター。そうなの？そうそうそう、もう1リッターやった。そうなんやって。じゃあ、うん、ちょっと大盛り系になっとるってこと？そうそう、ちょっとお得やもんだら。いや、そうなんやって。ちょっとお得なんやって。うん、少ないよりはっていうやつやと思うんやけどな。はい、そうなんやって。っていうので、うん、割とオイルジョッキのメモリは割とアバウトなので、うん、ちゃんと測って入れた方がいい場合は、ちゃんとやっぱそのためにメスシリンダーとかあるんやなっていうのをこの間学んだ。そりゃそうですわね。そうそうそう。うん、ほら、ロイパさんが入っていけますよ、はい、これ日本ええんですか、こんな HPS とかで。いや、いいです。 XPR じゃなくていいんですか、ね、ソダさんともあろうものが。波が一番美味しい。まあ、波が美味しくないやつは何食っても飲まないけどな。そうそうそう、そうなんやった、うん、そりゃそうや、うん、それは確かにおっしゃると、まあ、まだまだやと思うけど、まあでもね、だからオイル交換っていうのはね、心のあれやけ。心の、そう、心の潤滑油を変えていく。そう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 、的な。そうそうそう、今日もね、はい、和歌山から、はい、金ちゃんがね、はい、マジでオイル交換来てくれてたんですよ。和歌山から？和歌山からね。大丈夫ですか？え、いや
なんかずっとクソ暑いのに今日も暑かったやん、うん、なんだかんだ言って暑かったな。でオイル交換してる僕の横のピットのところで、はい、ずっとあの何でもいい明日忘れても大丈夫な話をしながら、うん、あの一緒にオイル交換見てくれよったんやけど、そうそうそう、そうですか。ほんでオリジナルオイルにワグナーぶち込んで、うん、そうそうそう、あ、ほんで水色のあれかメスシリンダーがさっき転がっとった、ね、そう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 、ほんでそんなこんなやりながら、はい、そこで話しよってな、うん、やっぱなレベルが高い人たちは、はい、やっぱな話をしようっても面白いほんまになやっぱなこう、はい、醤油をくれたんや、醤油をくれたんですか、うん、醤油をくれたんです。ほんまなんか味噌がな、うん、しとった、味噌を作った副産物が醤油なんやって、なんか味噌作るになんか伝来、最初は味噌作りが伝来したらしい。そうなの？そう、まあ、それは俺もよく知らんけど、でもだって味噌なんかほら、うん、こう斜めに使っていくとさ、うんうん、醤油っぽいもん出てくる、うん、出てくる出てくる出てくる、そうなんや、だからそうらしいんって。でなんかそれがなんかもう今ちょっとすぐ忘れたけど、はい、その和歌山のな、はい、あの何やったっけ、なんとか地っていうところでその味噌を最初作って、うん、その副産物の醤油がこれいけるんじゃねって言って醤油の作りを始めたけ、発祥は大体そこなんですって言って、って言いながら、そうだってあの小豆島とか行ったらさ、うん、醤油もろみ、うん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 、と思う、大体、うん、これ味噌なんじゃねって思う。そう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 なんやって、そうで、あとはなんか何やったっけ、あの日本酒とかそんなビールとかいっぱいもらえると思うんで、はい、で、あの梅酒もらっとるけ、おちょっとうまそうな梅酒もらっとるけ、梅酒は梅酒で、うん、あれじゃん、ちゃん三宅が喜ぶやつじゃん、そうそうそう、ちゃん三宅が喜ぶけ、はい、ちゃん三宅が今一生懸命ショート動画の投稿をまた頑張り始めたのは、この梅酒が飲みたければやれって言ってそれは頑張るわ、そうそうそう、やっぱね、そういうの大事だと思うんで、ちょっとロイパの成分が入ったやつでこうね、ちゃんと拭いときますんでもうツヤツヤやで、ほらはい、ちゃもうツヤツヤになった。ほんまツヤツヤ。あろう、もうほんま。えんですか、そんなんで。え、いやいや、案外綺麗になってよ、絵で、ほんま。そうそう。こんな気持ちの問題。はい。ということでね、はい、じゃあまあそんな感じで。いい感じになりました？はい、いい感じになったんで、じゃあこれでね、またやっていこうと思いますが。まあ、ということで、じゃあどっか行くんですか？いや。え？どっか行く予定はないけど、ほら、どっか行きましょう。秋の声が聞こえたんで。いや、まあどっか行きましょう。じゃあ。行く？行こう。どこ行く？わかんないけど、いや絶対行かないやろ、いや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 、やる気はあるけど、どうそうな、どこ行こうかね、本当に。あ、でもうちのドライバーさんのブラジル人が、うん、あ、アレックス、うん、バイクの免許を取るだにって言うから、ほんま、そうなんや、ほんま、いいや、もう、うん、バイクを買おうって言うけんな、うん、もう買わんでええと、うん、貸してやるけんお前これ乗れって。ああ、確かに、うん、確かにこれアレックス乗ったらかっこええと思う。そうなんや、ほんまに似合う、ほんまに。なんでね、多分、うん、家庭不和が起きる前に、あ、そうやな、ちょっとね、うん、社長としては先に偉い目をつんどってあげるやな、どうせ乗らへん乗れみたいなもん買うなと。そうやな、でしかもそこで何番円も出したのにあんたどうたらこうたらっていうのが絶対起こる。そうなんやって、絶対起こる。そうやろ、それはもう俺も何回も経験してる、ほんまに。んでまた危ないけんな、うん、そうそうそう、ま、俺のバイクやったら丁寧に乗るやろうけん。確かに、うん、ほんまやな、それはいい福利厚生じゃないですか。そうやろ、ほんまにめちゃくちゃいい福利厚生。そう、うん、1000キロぐらい走っとってくれたらバッテリーも安心や。そうやな、あんまやな、だけどあれやで、そんなこと言ったらな、うちももう福利厚生で、うん、あのバイクも車も乗り放題、うん、確かに乗り放題やけど、なんならむしろ乗ってきてくれって言われるから、ほんまに腐る腐るって言われるから。ムカデなんでね。いや、ムカデなんでね、はい、足と手足いっぱいあるんで、せえへんでね、はい、まあ、じゃあということで、はい、何でもいい話が始まったんで、まあ、そろそろ終わりにしましょう、はいはい、ということで、はい、皆さんチャンネル登録、高評価、メンバーシップもよろしくです。ではまた、バイバーイ。ドイツからやってきたワグナー MC オイル、ワグナー MC オイル、あなたの愛車にこの一本。